wave.co.jp。 Listen to Memories of Travian Bohemian on J-Wave。 皆さんこんばんは、 DJ ナオフです。昨年の10月にスタートしました宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンも先週無事最終回を迎えました。約1年間52週にわたってお届けしたわけですが、彼女の素顔が垣間見える唯一の貴重な番組としてリスナーの皆さんにも大変可愛がっていただきました。ありがとうございました。この Memories of Travian Bohemian は今まで応援していただいたリスナーの皆さんに感謝の意を込めてお送りするスペシャルプログラムです。これまでのトレビアンボヘミアンを振り返りつつ、番組内で飛び出した宇多田ヒカルのこの番組でしか聞けなかった秘話や人気コーナー This Week's Top 2でオンエアしたナンバーを彼女のコメント付きでお送りしたり、またまたさまざまなゲストとのスペシャルセッション、椎名林檎と宇多田ヒカルによるスペシャルライブ音源など内容盛りだくさんでお届けしていきます。まさにトレビアンボヘミアンの魅力がいっぱい詰まったスペシャルプログラムです。私 DJ 直樹もこの記念すべきプログラムに参加することができて大変嬉しく思っています。とにかくこのトレボヘは、飾らない素顔のヒッキーが特に印象深く残っています。今夜は一緒に今アメリカで勉強に励んでいるヒッキーを思い出しながら、さらにはですね、サイトにアップされているセーラー服姿のヒッキーを思い出しつつ一緒に、それを振り返っていきましょう。どうぞ最後までお付き合いください。DJ の秋がお送りするメモリーズオブトレビアンボヘミアン、まずはこのナンバーからスタート。トレビアンボヘミアン、この番組は東京ウォーカー、ダイハツ、資生堂、オリコカードの提供でお送りします。あなたも15分間マルコビッチになれる。マルコビッチの穴入ってみる。あなたも15分間マルコビッチになれる。マルコビッチの穴入ってみる。あなたも15分間マルコビッチになれる。マルコビッチの穴、マルコビッチの穴、穴、穴。大ヒット大ヒット上映中、角川書店。入ってみる。サウンドが A じゃないか。オーディオ充実、ダイハツムーブ S エディション新登場。これはまさにミラクル。シートが消える大リーグシート。星さん、高橋くん、アトレイセブン誕生。メーカー希望小売価格税別121万3000円より。オリコ所特捜班、デカプリオ。デカプリオ、早まるな。敵が出てくるのを待て。今はため時だ。とにかくためろ。ためてためてためまするんだ。そうすればチャンスはきっと訪れる。そうだデカプリオ、今はためろ。ためるんだ。ためれば必ずうまくいくぞ。そう、ためた分だけお得です。オリコカードのポイントバックシステム。毎月のカードショッピングご利用により獲得したポイントに応じて素敵なグッズがもらえる。しかも100円単位で換算するから無駄なくポイントがたまる。ポイントは自動集計し月々のご利用明細でお知らせします。デカプリオ、商品交換は1000ポイントからだ。覚えとけ。そう、まずは1000ポイント貯めるんだ。オリコカードのポイントバンクシステム、上手にポイントを貯めて素敵なグッズをもらおう。オリコカード、OK? 人生に切り札、オリコカード。Memories of Travian Bohemian。 And now you're listening to Memories of Travian Bohemian with Hard Fusion Oki。
さて DJ 直樹がお送りしていますメモリーズオブトレビアンボヘミアン、この時間は宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアン総集編ということでお送りしていくわけですが、まずトレボヘの最大の魅力はやはり筆記の楽しいおしゃべりが聞けるということではないでしょうか。リスナーからの恋の悩み相談や質問、またメッセージに真剣に答える彼女のトークはまるで友達にでも話しかけるような感じでしたよね。皆さんもこの番組を通してヒッキーを非常に身近に感じることができたんではないでしょうか。また番組内では彼女の最新情報や様々な宇多田ヒカル秘話が飛び出しました。まさにこの番組でしか聞けなかった情報もたくさんありましたよね。そこで番組内で飛び出した貴重な宇多田ヒカル秘話や彼女の楽しいトークをダイジェスト版にしてまとめてみました。他では聞けない貴重な秘話集です。それではお届けしましょう、ヒッキーズ・シークレット・ストーリー。ヒカルです。今日もスタートしました、今日もじゃなくて今日からスタートしました、タラヒカルのテレビアンバリアンです。どうぞよろしく。私テレビよりもまあいろいろやってきて、テレビよりもラジオの方がすごく好きで、なんかまた本当にレギュラーの番組持ててすごく今ちょっと感動してるところ。ヒカルちゃんの影響もあって最近まだ見逃し始めたぜ。あ、非常に申し訳ないんですが、実は私今朝さっき前髪切ってきちゃいました。ごめんよ。あれ、いや取れてない。多分オートマティックは中腰のシーンがあったからこそ椅子があってよかったみたいなところかな。なんで中腰かっていうと、まあ、そろそろ言おうかな。今さらセットが上はあったんだけど横幅が結構狭かったのね。セットの後ろにあるなんか銀のあれなので引くと横が切れちゃって引けなかったの。結構爆弾発言、今私これ、まあ、風で結構爆弾発言出てるかもしれない。それで引けない、どうしようっつって、でも全身のカット欲しいじゃん。じゃあここにフレームに入るにはしゃがむしかないよ、おっしゃ任しとけみたいな感じで一晩中一人で集合して踊ってました。でも日は宇多田ヒカル日は、うちのお母さんは私の名前をイチゴにしたかったらしく、それ聞いてからあ、ヒカルって名前が大好きとか思うようになったの。よかったーみたいな、ありがとうお父さんみたいな。デパートね、香水売り場に行ったらなんか店員さんが得意げにこの香水宇多田ヒカルさんも愛用してるんですよって見せてくれた香水があったんですけど、本当ですかっていうのもあって、私香水大嫌いなんだ、絶対使わないんだ、だからとか思ってちょっと最近びっくりやばいぜみたいな。実は私Give Me A Reason の歌詞書いてる時に、実際その時はまた15だったんだけど、歌える時も15だったんだけど、でもあ、これが世に出る頃は私16じゃんと思って語呂も考えて最初の方16にしちゃったのね。でも結構Only 16今夜っていくんだけど、最初あ15にしようどうしようかなって結構悩んで、最後まあ語呂でいくかと思って16にしちゃったんだけど、どうなんだろうみんな。実はあのアルバムの中って楽しみ方はまた教えましょう、ひそかな楽しみ方、鼻声の曲が1個だけインタールード鼻声なんですよね。あ、デモテープまんま使っちゃったから。あと Give Me A Reason の一番最後のなんかフリーでやってるとこは泣いてます。だから泣き声も聞こえるという特典付き。あれ最後に録音したので、この全部の中で一番最後にあのフリーだけ撮りに放課後渋谷のスタジオに行って撮ってたんだけど、その日なんかいろいろあって、学校とかでもいろいろあってもう疲れててなんかもう辛くて、でも歌ってる時に歌詞がさ、なんかそういう系の歌詞じゃん、なんかでも自分で感動しちゃって音楽しながらうわーって歌ってたん、実はだからね、少しビブラートが少し狂ってるとこがあるのね。変になんか鈴木賞に回っちゃったりとか、なんか綺麗に回ってるのが結構あるんだけど、まんまに使っちゃったのね。しかもその時はこれブース入ってるからみんなに顔見えない方向に向けて歌ったりとかして隠してたの、泣いてることを。だからみんな気づかなかったと思うんだけど、どうだ、聞いて分かんなかったら多分別にいいかなって思ったんだけどね。なんと爆弾発言を。あ、でも待って、私ねルックスで言ったらああいうのが好きなんだ。ジョニー・デップとかすっごい好き。ああ、言っちゃった。私は常々偽父ではないことをこれからもアピールしていこうかと思いますが、どうしたらいいんだろ
設置じゃないことってどう証明するの見せなきゃいけないのほんまそれはないでしょそれはなしでしょ田中ひかるでした85、59、84なぜまたどっかでお会いしましょう Don't waste your time バイバイ Hick a Secret Story いかがだったでしょうかオートマティックのプロモーションビデオ撮影秘話ひかるという名前についてなど意外なエピソードがありました皆さんも楽しんでもらえたでしょうかそれではヒッキーの5枚目のシングル曲をお送りしましょう Now Jara Hicker brings Wait and See Release だってつまずきながらって口で言うほど泣くじゃ お送りしているのはプロモーションビデオが非常に話題を呼びましたね、ただいかるの5枚目のシングル Wait and See Risk をお送りしていますさて DJ 直樹がお送りしていますメモリーズオブトレビアンボヘミアン続いてはトレビアンボヘミアンの中でも人気コーナーだった This Week's Top 2を振り返りますこのコーナーは毎週テーマに基づいて彼女が選んだ2曲をお届けしていたコーナーなんですがバラエティあふれるアイデアとその選曲に皆さんも驚いたんではないでしょうかいかに様々な音楽が彼女のルーツになっているのかそんな彼女の裏側を垣間見ることができるコーナーでしたそれでは This Week's Top 2のコーナーで取り上げられたナンバーを彼女のコメントとともにお届けしましょう This Week's Top 2 Wash This Week's Top 2 マドンナは実は私一時すごい中学校の前半の方かなすごいハマってて彼女のベスト版なんか全部歌とか覚えたりするぐらい好きだったあれ本当ね声が本当バズっちゃう多分ねちょっと好きな人がこんなかっこいいギター目の前でいてくれたらすっごい好きになっちゃうねそのぐらいギターが好きだかっこいいよねシスコシスコですよシスコなんか名前がもうセクシーだよねシスコかっこいいよねかっこつけすぎててちょっとパロってるところが好きかなメールっていうあの資料の中に最後の方に入っている1曲がタイトルがなんとオートマティックで最初嘘もしかしてカバーなんて思ったら違ったんだよねもうそんなわけないじゃんねマジでこの歌好きこれああいいなあの曲調とかも結構ね前のやつと似てたんだけど曲もなんかたまにあれ前のやつとそっくりじゃないのっていうのもどこどこなんかポロポロあったんだけどでもジョーはいいんだよねいやーかっこいいなあれこれ泣くもん夜寝るとか寝る前に聞くと夜とかこれであのヘッドホンでこういうの聞くとさあの演奏者のなんか微妙な雑音とかタップとか聞こえてくるじゃんそれが私はすごく好きでなんかいい感じかなとか思いますバカにしないでよなんか彼女のキャラも歌い方も声も内容もメロディーも全部アレンジも好きだしすごく好きだななんか私だけなのか聞く人みんなが思うのかよくわからないんだけど全然今聞いてもあの自然に聞けるんだよね名曲ってそういうものなのかねやっぱりだってさ勝手に仕上がれっていう歌っていう歌詞が入ってる女の人の歌ってなかなかないと思うよこういうの私はかなり影響を受けるんだよねそして私は最近作った歌にすごい歌詞を入れてしまったまあそれを楽しみにかっこよくてでなんかバンドがいて男性陣のみたいなそういうかっこいい人がたくさんいた時代だからこの辺私としても好きなんだよね以上This Week Top 2のコーナーでしたいやヒッキーの音楽に対する感性って非常に豊かですよねこれが数々の名曲を生む原動力になっているんでしょうかこの曲もそんな彼女の才能がいっぱい詰まったナンバーですリスナー投票でもナンバーワンに輝いた名曲です宇多田ヒカル with First Love 最後のキスはThank you.
この曲のラストでヒッキーがなんて歌ってるのか、トレボヘでも非常に話題になりました。お送りしたのは First Love でした。 Memories of Travian Bohemian with Hard Yuji Naoki。 さてこの後はいよいよ番組内でのスペシャルライブを特集でお届けします。どうぞお楽しみに。 Now take a short break here. I'll be right backめ我に。830年の時を経て真の義経と弁慶の伝説がスクリーンによみがえる。五条。10月7日全国ロードショー五条冷戦記単行本、10月7日発売角川書店。あなたも15分間マルコビッチになれる。マルコビッチの穴入ってみる。あなたも15分間マルコビッチになれる。マルコビッチの穴入ってみる。あなたも15分間マルコビッチになれる。マルコビッチの穴入ってみる。あなたも15分間マルコビッチになれる。マルコビッチの穴。マルコビッチの穴。マルコビッチの穴。穴穴。大ヒット大ヒット上映中、角川書店。入ってみる。あのね、その店員ね、試着室出た途端鼻で笑ったんだよ。鼻でハッて。どうせ私は29インチと30インチの分かれ目に位置してる微妙な女よ。29インチのパンツ息吐き切って止めてんのよ。いつでも息吸ったらファスナー壊せんだからね。今度壊したのかおら。はい、シュッとリラックス、フッと香ってパッと散る素肌と心の安らぎウォーター、花の肌水新登場です。堀越特捜班デカプリオ。デカプリオ、早まるな。敵が出てくるのを待て。今はため時だ。ためるんだ。そうだデカプリオ、ためればきっとうまくいくぞ。そう、ためた分だけお得です。堀越カードのポイントバンクシステム、100円単位での換算で無駄なくポイントをゲット。上手にポイントを貯めて素敵なグッズをもらおう。オリコカード、OK? 人生に切り札、オリコカード。Memories of Travian Bohemia。Welcome back to Memories of Travian Bohemian。 DJ ナオキがお送りしています。 Memories of Travian Bohemian。 この番組は人気プログラム宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアン総集編をお届けしています。さてお待たせいたしました。ここからはトレボヘで行われたゲストとのスペシャルセッション、またオンエアした貴重なライブ音源を特集でお送りします。振り返ればですね、数々の豪華ゲストが登場しましたよね。ブライアン・メイ、サッツの清春、スピーチ、サムエル、アリア、ボンジョビなどなど、まさにこれほどの豪華さはないというほどビッグなラインナップでした。特に5月6月に登場したサムシングエルスと高木ブーさんとスペシャルセッションも行いましたよね。早速そのスタジオライブの模様を聞いてもらおうと思いますが、それだけではありません。ヒッキーの貴重なギターによる弾き語りや、業界向けのライブで椎名林檎さんとデュエットした幻の音源もお届けしちゃいます。しっかりチェックしてくださいね。それではノンストップでお送りしましょう。トレビスペシャルライブ特集です。 Memory of Travian Bohemian。 3, 4。消したこともある、冷たくしてもなお寄り添う気持ちがあればいいのさ。俺にしてみりゃこれで最後のレディエディマナーソシー。二人もさ、手を振りが釣れなくて
Day after day, I must face a world of strangers.
don't belong. I'm not that strong. It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care. You're always there when there's smoke getting over that rainbow. When my smallest dreams won't come true, I can see all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. City seems to be without a friendly face, a lonely place. It's nice to know that you'll be there if I need you, and you'll always smile. It's all worth Memories of Travian Bohemian トレビースペシャルライブ特集、いかがだったでしょうか。お送りしたのはサムシングエルス、そして宇多田ヒカルで愛しのエリー、そして高木ブーさんとのウクレレによるセッションでミッシェル、ヒッキー自身がギターの弾き語りで披露してくれたボブ・マーレーの名曲 No Woman No Cry。
そしてリクエストが一番多かった椎名林檎さんとのスペシャルデュエット、カーペンターズのカバーで I want a yesterday without you でした。特にギターの弾き語りの時にはこれまで味わったことに寄ってほしいです。トリビスペシャルライブ特集、楽しんでいただけましたでしょうか。さて続いてはこの夏日本中を沸かせたヒッキーの初の全国ツアー、ボヘミアンサマー2000で披露した最新ナンバー For You のライブ音源をお届けします。合計23万人を動員したこの初の全国ツアーライブ、各地で様々なヒッキー伝説を残しました。残念なことに見れなかったという人もたくさんいらっしゃったようです。でも彼女はきっとまた全国ツアーをやってくれると思いますので、ぜひそれまで待っていてください。それではライブに行けなかったという人のためにも、東京の国立代々木競技場で収録された最新ナンバー For You のライブバージョンをお届けしましょう。 The latest single For You is coming up to you. It's an edit from the live at 代々木。
れとるぞ。じゃん、お風呂用ビニール枕。ここで寝てどうすんね。まずはお湯沸かしとこっと。なんか栄養あるもの作っちゃったりして。アロマアロマアロマ、これに火をつけてっと。なんか煙煙だから、お姉ちゃんこれどうやんの。あんたゆっくり疲れとんじゃなかったの。これなら一吹きでリラックスだよ。ほら、あ、気持ちいい。素肌と心の安らぎ、ウォーター花の肌水新登場。パッと咲いてふっと散るバラの香りです。1972年、一人の少年が姿を現した。少年はわずか1年でアイドル歌手の頂点に立つ。しかしその後30年近くも彼が頂点にあり続けると、その時誰が想像しただろう。少年の名は郷ひろみ。時にはイメージを破壊して日本中に刺激を与え続けてきた男。その刺激こそ彼がスターであり続けた理由に違いない。2000年、郷ひろみが出会った車、ダイハツ YRV。 RV の常識を覆す速さを楽しむ使える車。ステアリングを握った瞬間、驚きの快感が走る。郷ひろみ YRV、 今年2つの刺激が日本を走る。登場、ダイハツ YRV。 メーカー希望小売価格、税別99万9000円から。走れ快感、 YRV で GO! We do compact、 ダイハツ。Travian Bohemian。 DJ 直樹がお届けしてきました Memories of Travian Bohemian、 いかがだったでしょうか。ヒッキーとファンのみんなの思い出がいっぱい詰まったこのトレボヘの最後を締めくくることができて、僕も非常に光栄に思っています。そして気になる今後のヒッキー情報なんですが、まずはデビュー2周年となる12月9日に、今年大好評だったツアーボヘミアンサマー2000、千葉マリンスタジアムでのライブの模様がビデオと DVD になってリリースされます。タイトルはボヘミアンサマー2000です。そして現在はニューアルバムに向けて楽曲を制作中とのことです。これからもどんな曲を届けてくれるのか非常に楽しみですね。今回でこのトレビアンボヘミアンは終了してしまうんですが、ヒッキーは皆さんもご存知の通り今はアメリカで学業と音楽を両立させ頑張っているんで、 DJ は一時休業ということです。また今後もラジオで DJ として登場するかもしれません。それまで楽しみに待ってましょうね。さてここでスペシャルプレゼントのお知らせです。この総集編を記念して抽選で5名の方に 4U T シャツをプレゼントします。ご希望の方はあなたの住所、氏名、年齢、電話番号を書いてハガキでご応募ください。宛先は郵便番号 107-8510、 107-8510、 Memories of Travian Bohemian スペシャルプレゼント係までです。締め切りは10月13日金曜日までです。当選者は発表をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。それでは最後にヒッキーの750万枚以上のセールスを記録している彼女のデビューアルバム「ファーストラブ」から「Give Me a Reason」をお届けしながらお別れになります。お相手は DJ 直樹でした。またどこかでお会いしましょう。Memories of Travian Bohemian。Here's a message from Hickey。お元気ですか、宇多田ヒカルです。まあでも振り返ってリスナーの皆さんの応援が本当にあったからあった。からこそだなぁとすごく思うから、本当皆さんありがとう。またそのうち会いましょうということで、皆さんこれからもよろしくお願いします。宇多田ヒカルでした。 Don't waste your time。ボヘミアン、この番組はダイハツ、資生堂、オリコカード、東京ウォーカーの提供でお送りしました。
HMV 池袋サンシャイン60通り、東急ハンズの隣にオープン。今なら水曜土曜日曜がダブルポイントで、まとめて買ってポイントを一気に貯めるチャンス。 HMV。 この恐怖を超えた映画は未だ存在しない。封印バージョン。